Bonjour! フランスナント在住のノリです。今ね、何をしているかというと、バカンスに行くためのパッキング中なんですね。今回は3週間のバカンスで、1週間はピレネー山脈行って、残りの2週間はスペインに行く予定なので、トータルね3週間のパッキングをしていくんだけど、でもね、行った先で洗濯機とかあるんで、服とかは3日4日分のを持ってく感じで、あとは行った先でのアクティビティに必要なものとかを入れて準備していくっていう感じなんですけど、私たちが3週間家を空けている間に、パートナーのお兄さんのお友達家族がこの家を使いたいっていうことで泊まりに来るんですね。なので、お客さんがここに泊まれるようにっていう準備も並行にしつつ、パッキングもしつつっていうことをねやっていきます。ピレネはねすごい寒いんで、こういうセーターとかね、あとこういうズボン、こういうモコモコのねちょっとズボンとかも、モコモコのズボンとかも持っていきます。夜はねやっぱ10度切るみたいなんで、こういうあったかいのねちゃんと持っていきます。基本的にはですね、この大きなスーツケース2個分に服とか、あとはね最初の1週間のピレネー山脈の滞在はキャンプ場での滞在になるので、キャンプ場はね基本的にバスタオルとか、あとはねベッドシーツとかも持参しなきゃいけないですね。なのでそういったものをこの大きなスーツケースに入れていきます。もうねフランスは夏休みの期間に入っていて、学校はないんですけれども、学童や臨時の、ね、保育園があったりするので、子どもたちが出かけている間にパパとママはせっせと荷造りをして掃除も一緒にしていきます。普段はね旅行に行く前に冷蔵庫の掃除なんてしないんですけれども、お客さんがね泊まりに来るので、家のね隅々まで掃除していきます。でね、私はトイレ掃除とか、あとシャワールームの掃除とか、そういうのを今しながらパッキングをしてっていう感じですね。この辺のものはですね、車の上に外付けのトランクっていうのかな、上にね乗っける収納ボックスみたいなのがあるんですけど、それに入れるようですね。これは幹をこう持ってこう山歩きができるリュックサックで、これは幹のベッドで、これがなんか簡易テントみたいなやつで、あとはミキのおむつとかヨガマットとか、あとこれシャンパンだね。こういうのをね外付けのトランクに入れていきます。さあ、荷造りが完了しました。これをね車に積み込んで出発します。長距離のね移動はパパとママ交代交代で運転していきます。さあ、今回のね動画は準備編ということだったんですけれども、次回からはバカンス中の動画を上げていきますので、どうぞお楽しみに。アビアント。あれ、プエレ。